ミオナール上 50mg エペリゾンは、神経剤の一つである。反射性の筋肉を緊張させている神経を、鎮静化する作用があり、筋肉の凝りを返し、筋肉のこわばりや痛みを和らげる。血管平らなめ筋を弛管させて、血流を良くしたり、軽い鎮静、催眠作用もあるため、脳血管障害、外傷後遺症等にも用いられることがある。 塩酸塩が製剤化されており、バングラデシュ、中国、インド、インドネシア、日本、アラブ首長国連邦、マレーシア、フィリピン、タイでミオナールの名称で市販されている。日本での販売元はエザイ。なお、複数の会社から後発品が発売されている。同様の薬の中では、効き目が穏やかな方であり、副作用も比較的少なく、 多くの診療科で広く使われている。エペリゾンの鎮静作用は、他の鎮静剤に比べて弱く、覚醒度を低下させない後継連治療を必要とする患者に有用な選択肢となる。エペリゾンは筋力を低下させることなく、上下肢の自発的な動きを容易にするので、リハビリテーションの初期段階やその後のリハビリ療法中の指示薬として有用である。エペリゾンは、中枢神経系と、 血管平らなめ筋の双方に採用し、骨格筋の疼痛感は、拒血改善、緊張軽減によって筋緊張症の悪循環を、断ち切り、筋肉のコりと軽直を解きほぐし、動きを滑らかにする。脳血管障害、形成脊髄麻痺、頸部脊椎症、術後後遺症、外傷後遺症、筋縮性側索効果症、脳性症に麻痺、脊髄症の変性症、 脊髄血管障害、スモン、その他の脳脊髄疾患にエペリゾンは、製剤成分に過敏症のある患者に用いてはならない。添付文書に記載されている重大な副作用は、ショック、アナフィラキシー様症状、中毒性表皮脂腫解消、皮膚粘膜癌症候群である。0.1から5%未満に、がみられる。エペリゾンの過量投与で痙攣が生じたとの報告がある。 エペリゾンの妊婦への投与については安全性が確認されていないので、日本の添付文書では治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すべきとされている。ラットで入場中へ移行することが報告されているので、授乳婦が服用することは望ましくなく、服用期間中は授乳を避けなければならない。小児での用法、用量は確立されていない。 高齢者が服用する場合は、減量を考慮した方が良い。エペリゾンは、下記のような多彩な作用点を有する12から17。ありがとうございます。